小泉一馬の恋ちゃんというわけで恋ちゃんズの皆さん小泉一馬ですお世話になっております長野市議会議員です今日も小泉一馬トークチャンネル参りたいと思います早速ですがなんと最近ね持ち股ではこの噂で持ちきり長野にアリオが来るかもしれないというお話ねなんかねすざかに イオンが来るっって言ったら、ね、なんか長野市が対抗してるわけでもないんでしょうけれども「権藤にあの八百堂があるようにしちゃおうかな」みたいなそういうのもあるよみたいな話が出てきたと思ったら今度築までもねなんかその大型商業施設作りましょうかみたいなお話まあなんかね前からあったりなかったり八百堂も引っ込むとかいう話も聞いたり聞かなかったりの。 長野市でしたけれども、アリオが聞くってことでね、アリオが、ね、出てきたいっていうことで、なんかゴンドンもね、急に元気になっちゃって、まあ、元気なもんでございます。でね、それだけど、こ最初見たとき、皆さん、びっくりしませんでした。おい、アリオが出てくんのっていうだけでもびっくりなのになんと敷地面積1万坪欲しいよなんてこともね、アリオ様が。 出てくるにあたってはあったらいいなっていうおっしゃっておられるで今のねイトーヨーカ堂の敷地面積のなんと8倍ですよあら8倍どうやってあそここうやってあって8倍ってどうやって取れるのかって言ったのこれがね、まあ、これあのー、ゴンドーですけれどもこれはゴンドの商店街 権藤まちづくり研究会拡大委員会っていうところがね作って去年のね秋頃長野市役所に出した要望の地図でございましてこれねこの辺こ,ここの赤く囲ってあるとここがね洋歌堂ですよでこの辺が大型ショッピングセンターゾーンってまだ決まった話なんですよ決まった話じゃないんだけれども 権藤さんはここに大型ショッピングセンター持ってきたいよねってことを言っててでねなんとなく見るとねアリオが言っている面積が取れそうな感じですよねだけどねここね皆さんご存知ですよ長野に住んでいる人なら誰でもご存知八日堂の脇には秋葉神社様がある。 ね、同じ敷、まあ、地っていうか隣同士ですよ。で裏にはすぐねでかいマンションあるでしょう。でこういったものをじゃどうやって考えるのかこの建物をよっこいしょってとかないとできないわけですよね。じゃそれをじゃあ権藤ってどう考えてんのって。だから1万坪ってたってべらぼうな話でじゃ一1万坪取れなかったらもしかしてヨカドってそれを口実に撤退しようとしてるんじゃないのなんていうことを。 まあ、小泉含めてねちらっとそんな心配してる人もいらっしゃいます。でどうなんだっていうところなんですが今日ね実はそれについてちょっと議員に向けて行政から説明がありました。でねその どういう場で、じゃ伊藤洋華堂がアリオを出したいっていうことを言ってきたかっていうと、ゴンド地区再生計画評価検討部会っていうところにゴ、ゴンド、じゃない、アリオのね、洋華堂の役員が来て、こんなこと考えてますってことを説明したんだそうです。で、そういったことが、議員に対しても説明がありました。ね、行政通じてですけどもね。で、それによるとね、アリオ上田、アリオ松本に次いで、 次はいよいよ長年お世話になっているこの地区でゴンドでアリを出したいってそういうちょっとねハートに刺さる言い方で言ってきてるらしいんですよ。それでねイメージとして1万坪ぐらいの敷地があれば説明したようないろいろな取り組みを含めて表現できる見せつ作りができる。いろんなっていうのはね行政も巻き込んだ なんか面白い仕掛けもできるってことなんですけどもで1万坪の敷地が取れなければ出店しないという話ではないということもその時ねお話としてあったらしいですでもこの1万坪なきゃダメだよっていうことじゃないんだよっていうお話は新聞に載ってないですよねあ小泉それ聞いてねあっあんたちょ,ちょっともしかして八百も本気で考えてんのっていうこともねその時思いましたて、まあ、こ,こんなねペーパーもあります。 でねあの小泉ね、聞いてみたんですよね。だけど、そうは言ってもね、こんなね、あの建物が、もうごちゃごちゃっと、もうごちゃまんと詰まっている、ここで1万坪取る。ということをするよりも、長野駅の東口ね、あそこ、区画整理終わって、じゃあその後どうするのっていう、出店計画なんか出てこないですよね。で、土地もありますよ。で、あとは、元金坊の跡地。 日赤病院の道端の反対側ねあそこだっていつまであんな平地の駐車場にしておくのがもったいないですよねああいうところで考えらんないんですかねって。でありを伊トーヨー堂はどう言ってるんですかって長野市役所に聞いてみたら「いや権藤で」っていうお話ですっていうことですね。そし、ね、したらねとても まちづくりに参画したいっていうことを、ね、本当に考えているのかもしれない小泉はその時は思いましたねだってわざわざね困難な道を歩もうとしているわけですからこんなねあのー、いろいろ立っているところを再開発まちづくりやり直してゴンドの再生にそして市民のね役に立つ店舗づくりをやりたいなんて趣旨のことをおっしゃっておられる それじゃあもしかして嘘偽りとか方便じゃなくて本気で言ってることなのかもしれないって小泉はちょっとそれを聞いてね見直しましたでもそれにしてもね小泉が思うのはそういう本気でやりたいっていうお話結局伊藤洋ヨーカドさん頼みなんですよ 長野市の行政がねこうやってやんなきゃ権藤中央商店街復活しないっていうビジョンを本気になって解くわけでもないしで地元の方々が、ね「いやいや俺たちで絶対絶対このやり方でしか残って生き残っていく道はないんだ」ってそういう熱くね語ったお話も聞いたことはない。 で結局、伊東洋華堂頼みでしか、合同再生がありえないのかなって、本気にやって、何か入ってくるのは伊東洋華堂さんなんだなって、それを考えたら、ちょっとね、なんとなく寂しくなりました、小泉です。でね、あのー、じゃこのお話、今後どうなってるといくかって、今ね、合同地区再生計画評価検討部会っていうのがあります。この合同地区再生計画っていうのを長野市が作ってるんで、それと、このね、 お話がバッティングするからじゃあどういうふうに整合を取るんだっていうお話を今やってるところですでこれからねまだまだ時間かけてもんでじゃあどうするのかっていうお話をしていくんだと思いますでまあそれにつけてもねあの権藤がねどの程度本気になってくれるのかっていうとこの小泉はちょっと見たいと思いますねさっき言ったようにこのイトーヨーカ堂の脇にはね神社があってその裏には マンショじゃあるそれをねどうやって説得するのか当然地元権藤商店街にねその役割1億になってもらわなきゃいけないこういう地図書いたからねなんか90%ぐらいの人は賛成してるからこれでやってくださいって行政にはーいお願いね渡してそれで終わりだとは思っていないと。 小泉も思うけれども、じゃあね、これからどう馬力をかけてやっていくのか、だんだんね、権道、長野市、伊藤、横戸、この三位一体でお話、進められるものなら進めていってもらいたい。小泉はそれは見てみたいと思います。どのぐらい本気なのか。だけどね、やっぱり、このお話で、権藤だけで、 進めても良くないいと小泉は思いますさっき言ったように、いや、ゴンドンよりも投資するのはね、これが東口じゃないのって、そういう考え方だってあるはずなんですよ。あるいはね、金バ跡地じゃあ、あそこにあの民間も巻き込んで PPPPFI でやればいいんじゃないのみたいなことを言ってる人はいますよ、小泉みたいにね。じゃあ、それ、どれが本当にベストなチョイスなのか、長野市にとって。それを話し合う場所、市民も交えてね、そういったことを 本気になって真剣に検討する場っていうのが今の長野市にいよいよね今後100年間のまちづくりを考える上で考えていかなければいけないポイントに来てるんじゃないかと小泉和真は思います。皆さんはどう思われるでしょうか今日のこいちゃんありがとうございました。See you next month.